いつもありがとうございます。テルリー村上です。今回はモチベーションポイントを探すということでお話します。まあ、あなたのね、モチベーションポイントって何なのかということですよね。まあ、考えることないですよね。まあ、いくつかね、あって、モチベーションがね、上がる瞬間っていうのは、まあ、5つね、ちょっと出したんですけど、誰かにね、感謝された時とか、誰かに褒められた時、目標が達成できた時、収入が上がった時、自分のやりたい仕事に取り組めている時、まあ、こういう時ね、こういう瞬間がね、一番ね、まあ、モチベーションが上がる瞬間だと思うんですよね。で、まあそういったことってね、まあすぐ忘れてしまったりするんですよね。まあ、仕事をね、忙しくしていると、マンネリになってね、何がモチベーションなのかと忘れてしまうんですよね。どっちかっていうとね、モチベーションっていうのは2つタイプがあって、まあさっきみたいに、ね、こう、いろんなものをね、こう、感情を得たいとかいうことと、まあもう一つね、何かをね、なくしたくないとか、まあ、2つあって、今のね、5つってね、まあ瞬間なんだけど忘れやすいんですよね。何かゲットする、なんかもらうっていうものは忘れやすい。もらったっていうのはね。で、もらった後にそれを失うってね、なんかなくしてしまうっていうのが一番ね、2倍ほどね、モチベーションがね、上がるんですよ。なくしたくない。でね、あなたのね、モチベーション何かっていうことをね、まあ自問することはね、少ないと思うんですよね。なんか期間あるごとに振り返って、まあ考えてみたらいいと思うんですよね。そういうことを考えていくといろんなことがね、続けられたりとか、うまくいったりすると思うんですよね。まあね、まあそれから何がどうやったら分かるかっていうと、まあ誰かとの関係とか、誰かとの会話から、そういったね、モチベーション、あなたの一回が見つかると思います。なので、まあ、スタートね、いろんなスタートを切った人が多いと思うんですけども、まあ一度ね、立ち止まってね、進む速度とかペースを緩めて考えて、まあ、探ってみませんかというね、ちょっと提案です。ということで、今回はね、モチベーションポイントを探すということでお話ししました。ありがとうございました。